球ちょっと出ても十分掘れるピッチャーですから、そういう面から見るとリーディングヒッターの辻です。広川さん、この辻の好調、今年の西武の快進撃にはやはりこの辻の力大きいですよね。そうです。渡辺久野もちょっと負けが先行してますね。肘の調子がおかしくて休んでみたですね、それをあの3枚のストッパーでどうにかうまくいくと思いますけども、正直言って本当の西武としては苦しいと思いますね、と逆に他のチームがね、もう少し頑張ってもらいたいなという気がしますよね、赤堀もシーズン始めは今のようなスピードが出ませんで非常に苦しみました。バット折れました。石井戻ってきつつありますね、はい、これであともう一つこうフォークボール系統がきれいにこう落ちてくれればね、もう大丈夫だと思うんですけども、あっての背番号19赤堀のマウンド、状態の良さが鈴木監督の決断を呼んだかもしれません。吉田